はいどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。小学校の頃に同級生の A 君が自宅が火事で、A 君とおじいちゃんが亡くなったんですよ。A 君っていうのは気さくで面白い、勉強はどっちかっていうと苦手な方でしたが、学校に行くのは好きな子でした。で、A 君っておじいちゃん子だったらしくて、よくおじいちゃんと同じ部屋で寝てたりしていたんだそうです。で、何でもおじいちゃんの部屋のストーブの火の不始末で火事が起こったらしいんですよ。で、卒業間近だったんで、卒業式には A 君の分の椅子も用意されていました。同級生が亡くなる悲しい出来事でしたが、その後私たちは中学生になって新生活が始まって、私たちは新しい毎日に順応していくことで精一杯で、いつの間にか A 君のことは頭の片隅に追いやられていました。もしかしたらみんな悲しい思い出を早く忘れたかったのかもしれません。そして卒業後しばらくして、やっと生活も落ち着いた頃、数人でね、担任の先生に、新しい生活について教えてやろうと思って学校に訪ねて行ったんですが、そこで思いもかけぬことを聞いたんですよ。死んだ A 君はまだ卒業していない。6年2組の教室に A は今もいて、何度数えても給食の牛乳とかゼリーが毎日一つだけ余るんだそうです。バカバカしいって思いましたが、その年の6年2組の現在の担任の先生によると、プリントとか学期始めに配る教科書すら余るんだそうです。なぜか一人分だけが余分にある。偶然で片付けるにはあまりにも重なりすぎていて、いつしか A 君は未だにこの教室にいるという七不思議的なものになっていました。残された家族も引っ越してしまったのに、 A 君はこれからもずっとこの学校に居座るつもりなのでしょうかね。